どうも、一生声掛け中のものです。今日紹介するのは最新モデルのデリカ D5 です。このデリカ D5 はですね、フロントにディーゼルターボエンジンを横置き搭載して4輪を駆動する SUV 志向のミニバンなんです。デリカといえばですね、まずこの迫力あるフェイスとか車高の高さにですね、目がいってしまいがちですけれども、実はちょっと注目すべき点はディメンションです。この車の全幅は 1795mm、 約 1.8 メートルなんですけれども、まあこれちょっとイメージできない人は野生の羊アルガリを捕まえてバーンすれば大体そのぐらいの大きさなんですが、この大きさっていうのがとても珍しいんです。今や、このですね、大型クラスのミニバンは 1800mm を全幅が余裕でガンガン超えてきちゃう時代です。そんな中にあって 1.7 メートル台の全幅というのはとても魅力的です。実は取り回し楽なんです。トラックチェックします。スマホをつけます。ヘッドライトオンにします。ハイにします。オグつけます。ハザードつけます。サイドに回ってきました。ミニバンらしからぬ車高が上がったごついフォルムが魅力です。最低地上高は 185mm です。ちなみに注目はですね、最低地上高よりもここです。アクロ走破に重要なフロントのデパーチャーアングル、ここがなんと21度も確保されているんでした。そしてリアもデパーチャーアングル23度となかなかやります。ちなみに超最新の2019年11月以降のモデルではここに装備が追加されました。ドア連動のオートステップです。ちなみにフロントドアとも連動します。それにしてもいい色ですよね。灰色ジェントルキツネザルよりもグレーです。サスペンションはフロントストラット、そしてリアはコストのかかるマルチリンクです。テレビ回ってきました。デリカの全高はですね、 1875mm、 約 1.9 メートルなんですが、これちょっとイメージできない人は近所にいる沼鹿を捕まえて立てる、すると大体一緒です。さあ、そして全国の最近の車はテールライトがプレーンすぎて物足りない、俺はガーニッシュが車の全幅いっぱいに広がっているのが大好きなんだ等の皆さん、お待たせしました。これがそれです。テールライトチェックします。テールつけます。ブレーキ踏みます。ハザードつけます。リバース入れます。デリカ D5 に搭載されているパワーユニットは 2.2 リットルの直噴ディーゼルターボ145馬力を発生するものです。打撃チェックします。手動操作でも開きますが、このようにキーの一番下を押しても開きます。こんな感じです。開口幅はかなり広く、その奥は1段下がり広くなってます。これだけのスペースがあればですね、体長95センチの鹿科のキョンをですね、捕まえて1頭、そしてもう1頭は縦差しで置けます。ちなみにゲートの裏にはここに照明がついています。またですね、荷物掛けに便利なフックがついてまして、ここに濡れた衣服などを掛けておくこともできます。こちらにもあります。またドアを閉める際にはキーのほか、こちらのボタンを押しても閉めることができます。3列目の跳ね上げもできます。荷室が拡大できます。まずですね、こちらのレバーを使って座面を倒します。そしてこちらのレバーを使って前後にスライドさせて、こちらの支柱をですね、跳ね上げ固定位置に合わせます。ここにある線の位置にスライド部分を合わせます。そしたらこのシート下、このプラグを引きます。すると持ち上がります。足を畳みます。最後にこちらのベルトを荷室脇にかけます。これで完成です。両方を跳ね上げると大きな空間ができます。かなり背の高い荷物も詰めます。2列目シートです。背もたれが高くてかけ心地良さそうです。セカンドシートチェックします。電動スライドドアです。当然ですけれども、グリップを使って乗り込んで、掛け心地はですね、 KTYK 硬焼きそばみたいです。結構硬いです。
でもその奥にしっかりとした柔らかみがあります。なお私がフロントシートをセットした状態で膝前空間こんなに余裕があります。また頭上空間もこんなに広々、さらにですねリクライニングもたっぷりできますので、少し倒してあげれば非常に快適になります。また6対4分割で前後スライドがこんなに可能です。そしてもう片方もこのように超ロングスライドが可能です。またですねこの2列目シート下のレバーを操作してあげるとこのようにチップアップすることができます。ここにですね重くてでかい荷物を置くことも可能です。チップアップした状態で前方にスライドさせてあげれば後席への乗り込みが楽ですし、3列目を両側に跳ね上げた状態ではより大きな荷物を積むことができるっていうわけです。また2列目中央にはアームレストもついています。そうそう、リアシート用にバッキバキに嬉しい装備がいっぱいです。ここにはスマホが入るホルダー、そしてコンビニフック、さらにはこの電源、なんとご家庭の器具が使える AC100V 電源なんです。3列目シートです。フラットな造形で空間を広く使えます。3列目チェックします。2列目を倒してあげれば前に出ます。押して乗り込みます。乗り込みは非常にしやすいです。そして想像以上に頭上広いです。ちなみに私が2列目を快適に座れる位置にセットした状態でこんなにギュンギュンにスペースがあるんでした。なかなかデリカ D5 やります。さらにこの3列目はスライド機構も備わってまして、一番前に出しても膝前つきません。さらに最高端に下げるととんでもなくスペースが広がります。またリクライニング機能も備わってますので、このように安楽にすることもできます。ルーフにはですねこのように LED 照明がついています。夜中は結構ムーディーになると思います。ちなみにこの2列目と3列目はですね倒してフラットにすることができます。やってみます。まずヘッドレストを取ります。シートをスライドさせます。倒します。はい、割とあっという間にできました。というわけでちょっと座ってみます。あ、これはかなり楽です。あ、これなら10時間ぐらいは中で入れそうです。とても気持ちいい空間です。しかもこのサードシートリクライニングもできますので、より安楽な姿勢になります。またさらにリアのヘッドレストを外しまして、サードシートのリクライニングを最大限までやります。すると最高です。このとんでもなくフラットな空間ができるんでした。これ控えめに言って最高です。さあデリカ D5 で荒れ地を抜けて舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あってほしいな。そしてスクエアで大きいバイザーです。あるのかな、ないのかな、ありました。えらい、ライトもついてるので100点です。フロントシートです。キルティング模様がギュンギュンに高級感ありますよね。ではフロントシートチェックします。グリップを掴んで高い着座位置のところに座ります。見晴らしがとてもいいです。座った感触は KYDF 高野豆腐のようにしっかりとした張りがあります。長時間でも疲れなそう。ちなみにこのフロントシートは尾点があります。倒して2列目とつなげることができるんです。完成です。2列目3列目のフラットよりも簡単にできますので、こちらの方が使用頻度が高そうです。このように横になります。また2列目に座って休憩することもできます。インパネです。たっぷりお金をかけて新しくしました。ドアの内張りかなり重厚になってますよ。ここソフトパッド使われてます。ここにはですね暗めの木目パネルが入りました。ギュンギュンに高級感あります。そして小径のステアリングにはですねパドルシフターが備わっています。また今回の大規模マイナーチェンジの際にこのようにスタートボタンが追加されました。さらにメーターはですねアナログ二眼式の見やすいもの、中央に 4.2 インチの大型モニターが入っています。ち
ちなみにこのスライドドアはですね、キー操作なくても閉めるときにこのボタンを2回押せばドアが閉まると同時にロックもされます。ここを注目ね。センター上部には大きなモニターが入っています。またインパネは全体に厚めのパッド、まるでアンガスビーフみたいな肉厚のパッドが採用されています。とても高級感があります。木目もドアに引き続き採用されています。最注目ポイントはこのセンターの大きなパネル部分です。まるでミキプルーンのようにですね、深い色合いのパネルが配置されています。その右の方にですね、シフトレバー、ストレートゲート式のものが採用されました。そしてこのモデルから電子パーキングが採用されています。その上のダイヤル、これはですね AWC の操作ものです。操作感が良くてですね、金庫破り気分です。エアコンはですね、静電タッチパネル方式ではなくてしっかりとした物理スイッチのものです。ちなみに今回油圧パワーステアリングが電動パワーステアリングに変更されました。それによって操作力も軽く設定されてまして、このように駐車場などでの細かい切り返しも楽になったんです。ただいま。またシートの左右の間にはドリンクホルダーとトレイ、そして左右シート独立調整のシートヒータースイッチがついてます。2段階調整です。シフト下段には AC12V 電源、そして USB のポート、さらにその下には小物入れがあります。ここにはスマホも置けそうです。生地が貼ってあります。 2.2 リットルのターボディーゼルエンジンはですね、従来から用意されていたエンジンの型式は同じなんですけれども、実はピストン、クランク、コンロットあたりも全部ひっくるめて交換してまして、非常にフリクションが少ない仕様になってます。なので踏み込むと非常に気持ちよく吹き上がってくれるんです。38.7kg もの大きなトルクを持ってますので、街中ではですね、本当にアクセルにちょこっと足を触れていればですね、こと足りてしまう感じです。とにかくこの大きな車体をですね、滑るように進ませてくれるのが気持ちいいです。印象的でございます。またこの大変気持ちいい加速に一役買ってると思われるのがトランスミッションです。従来の6速 AT から8速 AT になりました。これによってローギアの方はですね、さらに低く下げて、ハイギアの方はですね、高速燃費が稼げるようによりハイに振っています。ですからギア比設定に無理がないんです。1速での出だしは非常にローギアに振ってありますから、このようにグイッと出てくれて、その先はですね、細かくステップを切りながら変速していくので加速に継ぎ目がありません。そして乗り心地ですが、前モデルに対してですね、非常にしっとりとしたフィーリングになりました。これはですね、ダンパーを変更して微低速からしっかり減衰を出すですね、プリロード機能付きを採用したからなんです。ですから小さな段差はもちろん、このようにコーナーで大きな荷重がかかった時にもしっかりと減衰を出してくれています。またとりわけリアはですね、ダンパーの径そのものも太くなっています。これによって微細な領域から応答するのはもちろん、大きな荷重がかかった時にもしっかりと踏ん張ってくれるというわけなんですね。ですから全体にものすごくフラットライドな印象に変わりました。というわけで最新のデリカ D5 はですね、非常にスムースでパワフルなエンジンと、しっとりしなやかに動いてくれるサスペンション、またですね、遮音材等を追加したことによってより静かになった室内によって、ゆったりのんびりとロングクルーズができる車になっています。またそもそものデリカの魅力でもある 4WD 機能もですね、もちろんですね、従来性能を引き継いでますから、今日のようなハーフウェットの路面などから完全なオフロードに至るまでですね、常に安心して任すことができます。大変美味でした。ごちそうさまでした。